始まり始まり、今日の焦点北九州、お題はウェブでも楽しい世界遺産。北九州市は世界遺産のある町、関営八幡製鉄所は明治日本の産業革命遺産のうちの一つです。幕末から明治にかけての急速な産業化の中で膨大な量の鉄を供給し、日本の近代化を牽引したとして2015年に登録されました。せっかくなので世界遺産見てみたいですよね。旧本事務所の近くには建物を眺望できるスペースもあるんだって。早速行ってみよう。あ、ここが眺望スペースか。こんにちは。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。ようこそ。あちらに見えますのが旧関営八幡製鉄所の本事務所になります。タブレットでですね、内部が見えますんで、はい、本事務所の中を見てください。これが中なんですか。はい、はー、ここはあれですね、エントランスというか。そうですね、ロビーみたいな。玄関ホールですね。玄関ホール、はい、VR バーチャルリアリティ映像で旧本事務所の内部の映像を見ることができます。実はホームページもコンテンツがたくさん。眺望スペースへのアクセスを紹介する動画がアップされています。歩いていくときと車で行くときと、その道のりが分かります。これは便利。建物の内部などは一般公開されていませんが、ホームページは写真や動画コンテンツで歴史について楽しく学ぶことができます。北九州市周辺には4つの資産があるのか、なんだか誇らしいな。昨年登録5周年を迎え、もっと北九州市の世界遺産を盛り上げようとホームページを開設しました。詳細なパンフレットもホームページからダウンロードできますので、ぜひご覧ください。世界が認めた貴重な産業遺産、市民の方にはぜひ誇りを持っていただきたいです。今日の焦点、見どころいっぱい、ウェブでも楽しい世界遺産。ウェブも現地の VR も必見だ。